皆さんこんにちは。本日の授業では日本のパラサイトシングルという現象について皆さんと一緒に考えてみたいです。パラサイトシングルという言葉は1990年代末に日本の社会学者山田昌弘が使い始めた言葉です。パラサイトは寄生、シングルは独身を指します。一般的にパラサイトシングルとは社会人になってからも親元で生活し、経済的にも精神的にもいつまでも自立せず、家事など生活全般を両親に依存している未婚者を指します。まるで親にパラサイトしているように見えることから、パラサイトシングルと山田昌弘が名付けました。近年日本ではパラサイトシングルは社会問題としてメディアに頻繁に取り上げられています。その多くは親の経済力に依存してきた結果、親が亡くなった後、あるいは親の介護が始まると、子ども本人に経済力や生活力がないために悲惨な状況になるというような話です。しかし実家で生活していることから収入のほとんどを自由に使えるので、時間持ち、金持ちでゆとりある生活に本人は満足している側面もあります。ではパラサイトシングルの現状は一体どうなっているのでしょうか。以下はまずパラサイトシングルの人数を確認してから抱えている問題を見ていきましょう。日本の総務省統計局による親と同居の未婚者の最新の状況では、2016年の親と同居している高年未婚者45歳から54歳は158万人、少年未婚者35歳から44歳は288万人、若年未婚者20歳から34歳は908万人もいます。それぞれの年齢層人口の 9.2%、 16.3%、 45.8% を占めています。そのうち基礎的生活条件を親に依存している可能性のある人、すなわち完全失業者、無就業、無就学者及び臨時雇い、日雇い者数の合計について見れば、それぞれ31万人、52万人、134万人に達しています。またパラサイトシングルは1980年代後半から増加の一途をたどっています。34歳から44歳層を例にその増加率を見てみましょう。親と同居している35歳から44歳の未婚者は1980年には39万人で、35歳から44歳人口の中でわずか 2.2% だったが、2016年には288万人で 16.3% にまで上昇しています。基礎的な生活を親に依存している可能性のある人は1980年にはわずか5万人だったが、2016年には52万人まで増加しています。パラサイトシングルの中では、たとえ会社に就職し社会人になっても親と同居する方が家賃がかからず、料理をしてもらえて、洗濯やゴミ出しもしてもらえる、出費も時間も大幅に節約できるのだから、あえて面倒なことや苦労する必要はないよねと合理的に考えている人が多いです。一方で精神疾患などで家に閉じこもった引きこもりの現象も目立っています。日本の厚生労働省の定義では、仕事や学校に行かず家族以外の人とほとんど交流せず、
6ヶ月以上続けて自宅に閉じこもっている状態を引きこもりとしています。2010年の日本の内閣府の調査では、引きこもりは 69.6 万人にも上ると推計されています。そのうち、普段は家にいるが近所のコンビニなどには出かける、自室からは出るが家からは出ない、自室からほとんど出ない2回としたもの、狂気の引きこもりが 23.6 万人、普段は家にいるが自分の趣味に関する用事の時だけ外出する、つまり準引きこもりが46万人もいます。日本ではパラサイトシングルが増加している原因はいろいろあります。その中では、バブル崩壊以降の非正規雇用の増加などによる若年層の貧困化は一番大きな原因だと言えます。そして、膨大な数に上るパラサイトシングルは2つの大きな問題を抱えています。1つ目は親の介護です。パラサイトシングルがいずれ向き合うことになる問題が親の介護です。親が要介護となった時に生活が苦しくなり、共倒れする可能性が高いです。パラサイトシングルではない場合も共倒れするケースはあるが、パラサイトシングルはそのリスクがより高くなります。一般的に生活全般を親に委ねて生きてきたために、子ども本人の生活能力は著しく低いからです。基礎的な生活や家計の管理能力、社会的支援に関する知識が乏しく、親の介護に対する備えや危機意識も十分ではありません。親の介護や死に直面した時に、ようやくその深刻さに気づくのです。二つ目は、自分の将来に対する不安です。経済的にも精神的にも依存していた親が亡くなった場合、自立した生活ができるかどうかという本人の不安は大きいです。近年社会問題化している孤独死は、パラサイトシングルにとっては大きな不安要素です。経済力があるシングルは、将来的に老人ホームに入居したり、サービス付き高齢者向け住宅に入居するなどして孤独化を避けることができます。一方、経済力がなく生活能力も決して高いとは言えないパラサイトシングルは、孤独死やセルフネグレクスト等のリスクが高いです。今後パラサイトシングルはどうなっていくかは興味深いところです。では、今日の授業はここまでにします。皆さん、さようなら。